はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。勝谷様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日も狭くなっちゃった新居でですね、ベッドの上に腰掛けて、お送りしておりますけれども、そういえばですね、物価上がってんだって。すごい上がっててですね、まあ給料、実質賃金っていうか可処分所得、物価の上昇に、追いつかなくてですね、3月、今年3月の実質賃金がですね、去年の3月の 3% 減、ということで、ちょっとですね、有能な政治家だったら消費税 3% 下げっかなって思うところなんですけれども、ほら自民党ってバカばっかでしょ。財務省に騙されてるバカばっかじゃないですか。まあ思いもしねえんだろうな、減税なんていうのは。財務省が死ぬほど嫌がりますからね、減税なんちゅうとね。それは 100% 奪って 100% 俺らが配給するっていう野望のためにですね、税率上げよう上げよう上げよう、税率上げるのに成功した官僚は財務省でヒーロー扱い、よくやってくれた、財務省の鏡だなんて褒められんだって。高橋洋一さんによれば、人は元大蔵省の官僚でしたもんね。4月27日、総務省有識者会議、いずれスマホ含むネット端末から受信料徴収を受け、 NHK ネット徴収反対デモを行います。6月11日13時30分、春の小川コミュニティパーク、春の小川公園でいいじゃねえかと思うんですけど、渋谷区の職員通ってんだよな、これな。ひらがなしかねえ国から来たやつかもしんねえな。渋谷区代々木5-68-1にご集合ください。6月26日土曜日、メール党員様限定懇親会ご応募ください。7月1日土曜日、夕方池袋駅周辺会場で政策報告会を開催いたします。都知事選に向けての活動ですので、池袋以外にも転々とする予定であります。8月15日メール党員様限定靖国神社正殿参拝&懇親会、開催いたします。今年も NHK 割増金被害者さんを探しているんですけれども、ツイッター上にでもですね、請求されたって人が見当たらないですよ。私が気づいた法的な問題に気がついて、まだ一件も請求してない可能性あるな。これ前例あるんですよ。受信料滞納には利子つけていいことになってるんですけれども、今まで一件も利子も含めて請求したことが NHK ない。多分反発が怖いからでしょうけれども、利子つけられんだよっていうのと同様にですね、脅しになればそれでいいって思ってそうだな。割増金が脅しになればいいや、それで契約者数増えればいいやって思ってるかもしんないですな。6月の3日、今日はですね、入管法改正採決予定だった、パヨ界隈、せや法務大臣問責決議案提出で採決を妨害できる、立憲お願い。立憲2日しか延期させられない、お呼び腰。パヨ弁西山恩子、なんて読むんだろうこれ、ぬく子、湿度高そうな名前だな、誰なんだ。悔しがる。明日強行採決の見込み、立憲は法務大臣の問責決議案を出さないと決まったと。これだけ命がかかっていて立法事実が崩壊した法律の成立をたった2日でも伸ばせなかったのか、私は悔しい。ストレスで免疫落ちて風邪ひくといいなこの人な。一般判断す、なんだパヨ、また負けたのかそうでなくても立憲のせいで遅れてんだぞ。強行採決も何も立憲は数のうち入ってねえから。出ました、強行採決、維新国民は賛成だから強行じゃないぞ。強行も何も反対してんの立憲共産社民令和だけじゃん。例の特殊4党ってやつですね。どう特殊かっていうと、外国のためにしか働かないっていう、日本人の有権者から票をもらって議員やってるくせに、政党、できてるくせに外国人のためしか働かないという特殊な4党。審議のプロセスが終わったら採択するのは当然でしょう。強行って何？難民が申請してんじゃなくて、犯罪を犯して送還されそうになったやつが慌てて難民申請してんだぞ。まあギャグだ、順序がね。問責決議案出して採決妨害イコール、まあ論より重い嫌がらせそのものだな。パヨ、らしいな。論より妨害を尊ぶ、
尊ぶ弁護士ってなんだよって話、お前はあの弁で、食ってっから弁護士って言うんだよねえのかよって、多分こいつ仕事できねえっすね、貧乏してますねきっと、バカで幼稚でそれゆえ不遇だとパヨる法則に従えばこいつはあの仕事できないバカで、貧乏してます。強行採決特殊4党以外の野党は賛成してんだから強行ではない、嘘つかないでもらっていいですか、嘘つくのやめてもらっていいですかと、ひろゆきだったら言うとこですね。立法事実が崩壊した法律、どこがどう崩壊してんのか説明はなし、弁護士なのに、仕事いねえなきっと。これはいつものパヨ仕草ですね。恩子の他にも発狂パヨが多数いたんだから立憲やっぱ出しますやっぱ出します。自民粛々と否決し前に進む、旧態依然とした手法で審議を停滞させるのは国民の理解を得られないのでは、その通りだから支持率右肩下がり、維新にも抜かれて 4.3% でしたっけ、昨日の数字で維新が 7.9、立憲が 4.3 ぐらいだと思ったけれども一般判断です。またこれで無駄な税金かかんな、邪魔しかしねえな、また支持率下がるな、なんで嫌われてっか全く分かってないんだな。これ見て有権者がさすが立憲と思うとでも、立憲信者は大絶賛するから問題ない、声がでかいだけの極左にこびて票につながんの、つながってないから落選するんですよ、議席減らしてるんですよね。その層を逃したら支持率 0% になっちゃうから仕方がない、こういう非建設的な行動ばかり取るのはこれでキャッキャと喜ぶ幼児対抗した支持者がいるから、まあ、あのバカで幼稚っていうそのまんまですね、バカで幼稚で、貧乏でモテないとパヨルって社会のせい自民党のせい、とか言ってね、立憲女性と外国人は利用するもの、限界集落の支持者だけに受ければいいから楽だよね、もうコアな信者向けに活動するしかねえもんな。恩子のような頭がおかしい支持者に振り回されてるのはですね、真っ当な批判を全てブロックしてからですね、見える世界が全て頭がおかしい意見だったらまあ頭がおかしくなりますよ、それこそ正常だと思えになりますよ、北朝鮮人民がですね、我が国こそは最も進んだ先進国で地上の楽園って、言ってるのと同じこと、思ってないかもしんないけど、言ってるのと同じことですね、たった2日遅延させてですね、何が変わるんだ、嫌われるだけではって思うんですけど、連中を見ていると景色は違うし使ってる言語も全く違うんで問題ありません、何の問題がないのか全然わかんないですけど、気に入らない採決は強行採決ね、気に入らない法案は立法事実が崩壊した法律ってね、全然違うでしょ、どこがどうって話、立法事実が崩壊は泉健太が言い出したものらしいですね、平気であの嘘つくのやめてもらっていいですか、そんなんだから支持率右肩下がりが止まんなくて消滅しそうになってるんですよね、こんな泉でもですね、あの立憲の中ではマシな方っていうんだから、どんな地獄なんだ立憲ってって、思うんですけど、特殊4党と支持者は協議は無駄です、なんせ言語が違うんだから、これちらの言うことね、あの一つも聞かない、聞く耳持たないくせに二言目にはですね、話し合いでって言ってくるのは何でしょうね、あれ、思い出す公安、警視庁 の担当さん、こちらの方はあれです、デモやら凱旋やらやっときに、連絡してですね、この場所空いてますかね、この日この日時、時間空いてますかね、問い合わせしてですね、まあまあ、警備にも来てもらえるっていう、公安、警視庁の公安が私担当ついてるんですけれども、まあまあ、ついてる人も多いんじゃねえかな、佐川さん、浦安支部長佐川さんには千葉県警の公安がついてて、まあ、凱旋する時ですね、連絡して、この時間空いてますかね、なんか献血とかやってませんか、お祭りとかないですかね、確認する。いかつい中身に、中身がおばさん、でした。はじめの担当さん。いかつい外見に、中身がおばさん。これやりたいんですって、できない理由がある時にはですね、警視庁側の都合、延々、延々、1時間ぐらい喋ってですね、どうして分かってくれないのみたいな態度とんですよ。一人目の担当さんね、幸い今の担当さんは3人目で協力的で、話が非常にわかる方で、まあ、活動内容も昔とは違いますけれどもね、昔は右翼活動っていうんですか、抗議だのなんとばっかりするんですけど、まあまあ今の政治活動は昔とはちょっと行儀よくなってますからね。
ひまそらさん、コラボで一番やばい、都庁と疑義解釈を作成し、 WBPC においては個人情報は都庁への共有は不要としていた。不要、助けた人の氏名とかどういう人とか言わなくていい、都庁に、年間2億円の公金チューチューしながら女の子の名前すらブラックボックス、北の工作員でも政治人おっさんでも何でもあり、架空でもいける、助けたっちゃえば金がもらえるってね、一般判断、女の子助けたと女の子助けたと唱えれば無限にお金を引き出せる魔法のシステム、報告書も領収書もいらない事業だなん、そういえば前川喜平っていうドスケベおりまして、貧困調査やってた若い女性対象に行って、ほざいたことあるんですけど、あいつまだ報告書も領収書も出してませんね、自腹でやってたっていうから領収書いるのかもしんないけど、調査なんだから報告書出せない、いつまで経ってんの、何年経ってって思ってんだ前川喜平、総がかりの集会とかにもシャシャーと出ちゃって演説ぶってますよ、あの野郎前川製作所の御曹司がなんでそんなんなっちゃったんでしょうね。まあ周りが悪いんだろうな。これが通用していることがもう本当に異常。過去の架空請求がバレるから公金申請を断念したのかも。こんなんがモデル事業、そんな素敵な商売俺もやりたい、試験ですけども、まあこれ東京都だけの問題ではないと思いますよ、チキチキあなたの街のコラボ賛成ゲームを全国で流行らせないといけないんじゃないの、私が都知事だったら、まあ立候補するんですけれども、道路や橋や生花が形で残る事業以外を徹底的に中止してですね、消費税還元の財源にしますわ、元明石市長、予算通さないのは簡単、ハンコ押さないでだそうで、走って逃げればいいですね、反抗してくださいって、走って逃げればいい、気に入らねえ事業はね、市長の権限ってすごいな、理由は簡単、若年女性だけ救済するのって差別だろって言えば、相手の反対派は黙ったもんだよね、自分らはしょっちゅう差別差別って言ってますからね、これで美味しい思いしてる議員が、都議が何かしたら不信任案出せば、可決されたら解散して失職させてやりますよ、爪とメール党員様と皆様のご支援にすがってですね、都知事の報酬全額返納もいいなって思ってます、消費税還元事業にぶっ込むために、あと自動車税、東京都は集めません、徴収しません、っていう事業に金がかかるね、パヨト議員が何か言ってきたらお前も報酬返納すれば、大抵黙んじゃない、返納してから言ってくれる私に文句は、あと記者会見やらないでですね、記者クラブの存在価値をなくしてですね滅ぼしましょう、都庁記者クラブは滅ぼしましょう、発表は爪でいいよ、ほんでね、質問はコメント欄にって言ってて、明らかに変な質問以外は次回の動画で言えばいい、っていうシステム、これね、マスゴミの力がうんと弱る、うんと弱る、うんと弱ると思います。で、私のつべチャンネルで大事なことを発表すれば再生数が上がってですね、都知事の報酬もらわなくてもやっていけるんじゃないかなんてことをか今は考えております。というわけで6月11日のデモと24日のメール投票限定懇親会と割増金被害者はご連絡いただきたいのと、7月1日池袋で政策報告会やんのと、8月15日正殿参拝、靖国神社、以上よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。